雨の季節だからこそ虹を見るって楽しさがある。今日は7月16日、七色。虹、見ました？船戸ゆりえの日本酒足りてますか？はい、7月16日日曜日、深夜0時になりました。こんばんは、声優の船戸ゆりえです。七色ってなんか素敵ですよね。そうそう、虹の日っていうね。でも最近虹見てないな。昔よくお庭でちょっと花とかになんかお水シャーってやるときにこうシャって綺麗なね虹が見えて可愛いみたいな感じで写真撮ったりしましたけど、そうですね。ちょっと今回は私のバースデーイベントのゲストさんについてちょっとお話ししようかなと思って、この間解禁されましたね、二人とも。そう、二人とも私の大好きなお友達なんですけど、そのうちの昼の部で出演してくれる深川セリアちゃんについて、こちらはね、私が主演で出させていただいている星屑テレパスで一緒の子なんですけど、いや彼女日本酒大好きなんですよ、実は。で、そうそうそう、この間なんか5時ぐらいから飲み始めて、なんか気づいたらなんか2軒行ったんですけど、もうな0時ぐらいまで、じゃ日付変わるぐらいまでずっと飲んでて、あれめっちゃ飲んでたねみたいな感じで、そう永遠に飲んでましたね。彼女もお酒強いんですよ。そう、あ、セリアちゃん、セリピが佐賀出身で、佐賀の日本酒を飲んでました。ちょっと今回飲むお酒ともちょっと近いところにあるお酒ですね。すっごい美味しかったので、いつかまたレビューできたらいいなって思います。はい、そんなこんなで最近は夏酒が続いてますが、今夜は長崎県平戸にある森酒造場のヒランヘブンをいただきます。このヒランヘブン、すべてアルファベット表記なんです。めちゃめちゃかっこいいですよね。そしてこちらラベルもね、見るだけですっごい涼やかな、すごいおしゃれなんですよね。綺麗で可愛いし、すごい飲むのが楽しみです。うんうん、それでは今宵も短い時間ではありますけど、私とのお酒にお付き合いください。船戸ゆりえの日本酒足りてますか？はい、というわけでヒランヘブンをいただいちゃいます。やったー。お、見てください、回線注意横倒し厳禁、こちら気をつけてくださいね。そうだから、このまま立てたまんま丁寧にこう開けていきたいと思います。ね、こちらね、すごい見た目、瓶は教会のステンドグラスをイメージしてるみたいですよ。すごい素敵なボトルですよね。なんかいい意味で本当に日本酒っぽくないというか、なんかリキュールっぽい感じの、とってもおしゃれな瓶です。では、うん、綺麗に開きました。ではでは、片口に注いで、よいしょ。ちょっと泡ですね、微発泡です。いいですね、爽やかな香りがします。ではいただきます。私これ好きですね。好きです。すごいすっきり、なんだろう、私なんかちょっとライムっぽいイメージ、なんか本当にフレッシュ、美味しい。結構酸味強くてなんか飲みやすいですね、本当に。あ、とっても美味しい。あ、好きです。あ、2回言った。はい、こちら森酒造場は明治時代から続く蔵で、今回のお酒にも付けられているヒランは伝説の鳥ランに基づいた命名だそうです。ふんふん。アルコール度数は13度と少し低め。だからね、だからですかね、すっごいグイグイいっちゃいますね。美味しい。キャッチフレーズは、目指したのは日本酒のアクエリアス。お、アクエリアスは水瓶座です。日本酒の水瓶座。でもわかる。見た目も言われてみれば確かにアクエリアスっぽいというか、ちょっとこう
少し濁った感じの、まあ、透明な、なんか白っぽい。はあ、なるほどね。またまた、ちょっと先週に引き続き、強いキャッチフレーズがついてるお酒ですね。さあ、それを超えられるのか、船戸ゆりえ。いやー、ここに、見てください。見てくださいってわかんないか。カステラが用意されております。やったー。これね、こう、まあ、さっぱりしたお酒っていうことで、今回は、おつまみに長崎名物のカステラを、ちょっとこう、合わせてみました。ので、ちょっと実際にこうね、食べてみたいと思います。ブツって切りまして、ザクッと刺す。食べます！いただきます！ちょっと一口待って、大きすぎた。大きすぎた。これぐらい、いただきます。うん。うん、うん、うん。うん、甘くない。おかしいの？よいしょ。うん。うん、うん。あー！なるほど！シュワってした後に、まあ、後味結構すっきりするんですけど、このお酒単体だと。カステラと合わせると、ふわーっと甘みが広がりますね。あ、この組み合わせありかも。シュワス、ふわーって感じです。わかります？シュワス、ふわーって感じ。ちょっとこの感覚味わっていただきたいです。私的には、ありありのありですね。美味しいです。あ、もうなくなっちゃった。美味しいです。いや、いいですね。いやー、じゃあちょっとそろそろ、このお酒にキャッチフレーズをね、恒例のやつをつけていきますか。うん。はい、決めました。この、お酒のキャッチフレーズは、シュワシュワのす、ふわーです。今夜もごちそうさまでした。私、声優船戸ゆりえ初のバースデーイベント、アミモチャンネルプレゼンツ船戸ゆりえバースデーイベント 2023FF フーニャンファンタジー開催決定。日程は9月24日日曜日、会場は日本芸術専門学校三能ヒルズホールです。深川セリアちゃんや小泉萌香ちゃんも呼んじゃうよ。来てねー。船戸ゆりえの日本酒足りてますか。はい、今夜もあっという間に閉店のお時間です。この番組は皆さんと一緒に作っていく番組です。あなたの日本酒にまつわる思い出やおすすめの日本酒、日本酒にぴったりのおつまみなどなど、ほろ酔いメッセージをお待ちしております。メールは番組ホームページの投稿フォームから送ってください。そして公式ツイッターもあります。番組収録時の様子などここでしか見られない写真や動画をアップしているので、フォローよろしくお願いします。ハッシュタグは日本酒足りてますかです。日本酒は漢字で、足りてますかはひらがな。ぜひ番組の感想などもツイートしてください。そして来週のこの番組は、鴨金酒辛口夏純をいただきます。おー、夏純。なんか語呂がいいですね。来週飲みますので、楽しみにしていてください。そして、私からのお知らせです。9月24日に私のバースデーイベントが開催されます。現在チケットピアでプレリザーブ中ですので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。それではお別れのお時間です。また日曜深夜、日本酒の時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は船戸ゆりえでした。あ、日本酒足りてますか。